会もさ、一緒にやらない？今はそんな時間ないし。時間ない時間ない。また今度な。てかこのキャンペーンなら20分くらいで終わるよ。他にすることないでしょ。20分長いよお前。やるか。 やっていいじゃん。俺クロやっていいかな。俺クロエ、俺やっていい、やっていいかな。しょうがない、やるか。やってみてよ。俺クロエどこ座ってんの。はい、キャラシート。どこ座ってんの。エルフバーバリアンね。はんだお前、おい言ってみろお前。俺キャラクターのこと知らないからな。いやーでも多分結構あれなのかな、なんかアウトローな感じなのかな。じゃあぴったりだ。なる、確かになかなか私っぽいな。でしょでしょ。俺知らないんだけど。始めようか。二人はかつて映画を誇るも、うん、ブラックウェルの侵略者たちに滅ぼされたアバーノン王国の英雄。はい。お互い侵略者の野営地を襲い、はい、リーダーである無傷のドゥーク。まさか俺リアルで20分かかるとかないよね。これリアルで20分かかるんだったらやめたいんだけど。ガロンを探していた。はあ。満身創痍で最後の野営地に足を踏み入れると、はい、もう一人の英雄が現れた。英雄が杖を掲げて挨拶する。はあ。あれはエラモン、第三の和の魔術師。結構リアルなフィギュアだな。ハイレン僧の右腕にしてアバーノンの守護者。うん。自己紹介して。あ、これがクロエ。ああ、エルフバーバリアンで名前はカラマスティア。カラマスティア。はかっこいいね。あ、かっこいいでしょ。悪くないでしょ。さて、二人は。エラモンはエルフに聞いた。はあ。タイベリウス王の名のもと、我無傷のドゥーガロンを討伐せん。我と共に戦う資格はあるのか。はい、資格持ってっかな。キャラクターシートによるとこれはちょっと分かってないな。剣で相手を刺したら、言ってみようか。剣で相手を刺したらそのまま貫通して後ろのやつも殺したことがある。ビビってんじゃねえよ。まあ、おい。あ、左には訓練場。はい。右には牢屋。うん。まっすぐ進むとどう見てもドゥーガロンがいそうな巨大なテント。さてどっちに進む。まっすぐだろう。ドゥーやろう。いやでもその腕があるか分かんないよ。エラモンは顔をしかめる。うん。訓練場には戦利品があるだろう。ついでに捕虜も解放すべきだ。クロエが選んで。いやでも戦利品、戦利品は欲しいでしょう。そんなの訓練場でしょ。戦利品が欲しい。ああ。訓練場だな。まずはね。やったね。自分たちを強くしないと。巨大なオークに見つかってしまう。あ、強そう。彼が雄たけびを上げた。強そうだなお前。十数名の敵が突然襲いかかってきた。お前そういう怪獣鎧着てないぞ普通。アシッドブラストを使う。サンか。ええ、本気。は？いけ。召喚された共産の波が迫り来るオークたちに降りかかった。そんな強い魔法使って大丈夫か。序盤でオークたちは悲鳴を上げている。はあ。肉は骨から溶け落ち、わわわわわ、甘酸っぱい匂いがあたりに立ち込めた。強っ。えぐいな。オーク一人でも問題ないんじゃないか。うんだとてめえ。おい、巨大オークはまだいる。はあ。旋風を振りながらこちらに向かってきた。いやこれはやっぱ私の出番でしょう。フェイタルグリーブ膝蹴りいやここはね、ポメルストライクっすよ。ポメルストライクだ。ポメルをぶん殴る。なんだよ。は？ポメルは剣にある塚の頭。はあ。それで殴るのがこの技。え、あ、そっか。俺分かってなかった。ごめん、俺分かってなかったかな。でも剣じゃなくて斧を持ってるから。ごめんごめん、知らないもんだってポメル。なんだよ。大丈夫、他の装備で。時間をかけすぎた。オークがあなたの頭をめがけて斧を振るがミス。はい。どうする。どうする。フェイタルグリーブでしょ、これは間違いなく。どうだ、フェイタルクリーブ。大斧を力強く振り下ろした。おいしょ。オークの体は真っ二つに裂かれた。真っ二つって強すぎない。
私強くね。強すぎるって。順調だね。チートじゃん。戦利品は？何？そうね。訓練場は三まみれだから。おい。もう何も残ってないかな。メガネ貴様を何しとんじゃお前おい。払いかすてめおい。物掲げて怒る。戦利品の分は払って。おお払えよジジイお前てめ。すまない。心から詫びよう。このポーションを収めてくれ。おお。ありがとうよ。戦利品しょぼいな。次は？は？いや。解放することでさ、仲間加わるかもしんないな。てか、長えな、このゲーム。どうしよう。でも、やりきりたいな。捕虜でも解放するか。途中できるかもしんないわ。ゲームする前のとこで。鋼鉄の檻が並んでいる。はあ。檻には村人が閉じ込められ、助けを求めている。はいはいはい、村人かよ。見張りは、年老いた小さなドラゴンキンだけ。小さ。彼はあなたたちに気づくとおじけづき。おい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 。檻に自分を閉じ込めた。おいおいおい。かわいそうに。ドラゴンキンって？人型ドラゴンだ。うん。嫌なやつらだよ。きっと鍵を持ってる。鍵持ってるでも。なるほど。出てこいクソ野郎。フィギュア持ってんじゃん鍵。ドラゴンキンは鍵の束を見せつけながら飛び跳ねた。謎の言葉で叫んでいる。侮辱されているようだ。なんかいい呪文でもないの？アシッドブラストでしょ。爆破するようなものしかないな。いや、ここで練習しましょうか。威圧ってスキルがあるぞ。そうだぞ。使えるか。こいつをこれ練習しないとね。やっぱ俺も他の。なんていう？引けこのトカゲ野郎。始まるか。共通語がわからないから普通の言葉じゃ。ドラゴンキンに対話の呪文をかける。あ、コンビネーションだね。これで言葉がいいね。お前メガネやるじゃんお前てめえ。おい、一丁やりますか。やるね。これがスキルチャレンジってやつ。はい。言葉で分かってるって。檻を掴んでやつの。ああ、迫る。はいはい。鱗に覆われた手が小刻みに震え始めたね。オッケーオッケー。鱗ね。はいはい。おいおい、臆病者かな。おいおいおい、洞窟に引きこもってるか。失敗してるぞ。燃やしたりするくらいだろ。やばい。今のは良くなかったね。ドラゴンキンは。やばい。爪を見せてうなり声を上げた。違うか。どれだ。背の高き者愚か。ドラゴンは神。神。ちょっと。なんつった。チビめ。なんならもっと小さくしてやる。あ、でも成功した。鍵を渡さなきゃ足を切り落としてやる。おお、やめて。鍵を渡したらトゥーガロン様俺を食う。俺たちが食うぞてめえ。おい、腹割った引き出す斧をクライナー。お、いいんじゃないですかこれ。かっこよく振り回すクライナートカゲ野郎。いいね。クラウで韻を踏むっていうね。かっこよく。ああ、ものすごく。17。かなり決まったね。やっぱ食らうで韻を踏まないとね。やっぱイエイってこう。ドラゴンキンは怯えて食われちまう。俺たちが食らわせるっていう。イエイ。はい。斧を檻に突っ込み、格子に押し付けて黙らせる。そしてこう言う。は？いいぞ、いいぞ。よく聞きな。お。これからお前の全身の皮を剥いでやる。お。お。その川でバッグを作ってお前の死体を持ち歩くの。黒。次に鍵を渡さないバッグが現れたら お前の死体を引っ張り出して見せしめにしてやるんだよ。いいアイディアだろ。おお、いいね。ビビってんじゃん。うわ、すごい。二人ともビビってんじゃん。ぶっ飛んでる。カリスマッチにボーナスを10つけるね。おお、振って。ありがとうね。ドラゴンキンは恐怖のあまりに小便を漏らしながら、あなたに鍵を渡し、そのまま息絶えて死んだ。なんかいない仲間、村人の中に強いやついないの。チームワークだな。捕虜を解放したら任せてくれ。確かに対話スキル使ったのお前だもんな。捕虜たちはあなたに怯えて逃げていった。は？次は行こうぜ。じゃあテントに行くぞ。テントに入ると、おう、ブラックウェルの侵略者を率いるドゥーガロンを発見した。強そうこいつ。
黒いローブをまとい、うん、2メートル近い両手剣を手にした。わあ、強っ。シンクの目を持つミノタウロスだ。強そう。いつの笑い声が響き渡った。やばいやばいやばい。貴様らの土地も民もいただいた。民は返したけどな。もう諦めろ。は？王国も貴様らも弱すぎるぞ。嫌なやつだな。任せて。冷静かよ。カタクリズミックファイヤーを使う。カタクリズミックファイヤー。炎は敵に触れた瞬間消えた。はっ。ドゥーガロンは笑って大炎のブレーサーを。大炎持ってたかお前。僕炎系の呪文しか持ってないのに。マシッと炎じゃないだろう。ラシッドブラストは誰かさんがクロエにいいところを見せようとして使っちゃったか。使っちゃったしね。カラマスティア、まあ、あんな序盤で使うなよ。どうする？はブルータルパンチ、アナイアレーションストライク。でもアナイアレーションを投げるんじゃないか、さっきの感じからいくと。ラスフルラッシュ、パンチって弱そうじゃない？ラスフルラッシュって、タックルみたいなやつ。ああ、一応怒りを込めたタックル。じゃあそれで大丈夫か。あなたは怒りの叫び声を上げ突進した。はドゥーガロンは不意をつかれ避けられない。避けられない。その巨体を吹き飛ばして、よっしゃ、ダメージを与えた。巨体飛ばしたんだ、すごいな。タックルね。タックル飛ばした後ね。オッケーオッケーオッケー。タックル飛ばしたってことはまだ体勢が立て直ってない。ここで投げるのはやっぱストライクでしょ。アナイアレーションストライク強そう。でもさっきストライククソ弱だったからな。やばそうだな。おい、どうでしょう。あなたは一歩踏み出した途端に、やばい、石につまずき、はあ、音を立てながら倒れた、はあ、斧は大きく横にぶれて。マイキー、回避ロールね。嘘だろ。おいてめえ、何やってんの。足に、ああ、両足ね、足首が切り落とされた。おい、悪いな。あ、悪いな。ここはね、ここは正直にね。ドゥーガロンは動けない。エラモンに迫る。やばいかな。最強ボスって言ったでしょ。キャラが死ぬとは一言も聞いてない。顔とかにさ、炎技打てればよくない？音が聞こえる。ねえ。どうす？どうす？あ、次コントロール入れてる。どうす？私のせいだ。多分。どうしよう。踊る？踊る？まさかの和解するか。いやー、でも前に飛び出しても結局足をさやられてるやつだからさ、この俺が守ってもさ結局戦えるわけじゃないから。励ますって何？私のせいだ。私、いやでも踊って気を引き寄せ、引きつければいいんじゃないか。あ、どうしよう。くそ、踊って気をそらす。やばい、IQ 踊るの？気をそらすんだ。IQ 低いか。終わりだ。16ねえ、踊った。下手なダンスがドゥーガロンの心を奪った。来たね。はいはい、救った救った。エラモンはなんとか這って逃げられた。這って逃げられるか。ドゥーガロンはあなたを見て。エラモン今チャンスだよ。エラモン体験を突き出し突進してきた。エラモンって魔法使いよ、お前。くそ。回避に失敗した。ドゥーガロンは笑いながらあなたを貫き、あの技失敗したから、やっぱストライク弱いもんな。ブレーサーのせいで何もできない。ごめんよクロエ。お前頭使えたぶん。足の剣もあるしな。もうストライクミスったやん。抜けていくのを感じる。耐え難い壮絶な痛みがあなたを襲う、てこれあれだな。どうする？これリアル20分じゃないか。てかあれだな、これ多分一旦切ってるわ。ごめん、一旦切ってる。多分このゲーム始まる前で一旦切ってるわ。ごめん。頭を攻撃する、腕に一撃。今剣で刺されて俺が上げられてる状態だよな。でも頭に攻撃するっていうのは二度とない機会だから、こういこうか。ドゥー野郎の頭を攻撃する。いい数字じゃなきゃ当たらない。死にかけて。クロイ頑張って、クロイ頑張って。11ね。お、攻撃はドゥーガロンのこめかみに当たった。はい、しかし
角が一本折れただけだ。その一本が大事なんだよ。しぶといな。ドゥーガロンは笑い、剣を一気に引き抜いた。あなたは死んでしまった。もう絶対ミスったじゃん。僕は逃げる。なあマイキーだけでも逃げてくれ。ウォーデンも陰徳。陰徳本当に？それしかないし。光の扉を召喚した。はあ、扉が開くと光があふれ、ドゥーガロンの視力を奪う。うん、扉が閉じ、あなたも扉も消えた。これ以上攻撃されない。絶対ストライ。やっぱ強くなってから来るよ。楽しかった。クソ、ストライクじゃなかったらな。あ、くれんの？マイキー、絵うまいんだな。いつの間に描いたのお前。死んで一人にさせて悪かったな。うん、大丈夫、倒すさ、いずれね。ありがとうね、クロエ。ああ、うん、また冒険しようよ。おもろかったぜ、普通に。そのうちな。楽しかったよ、オタクども。ちょっといい感じのやつじゃん、クロエ。あ、この感じねえ。 DVD よし、次は科学の授業。なんかね、最悪。もうなんか理由もなく毛嫌いしてるわけじゃないからね、ちゃんと遊んでるからな、一緒に。おチャリパクれんの？おチャリパクれんのかな。まあ、黒いらしくね、俺も黒いらしく、そういう感じでいこうかなと。あ、行こうぜ授業。1910年。あ、何すんだよ。あ、なんか弱そう。何言ってんだスイッチ。その名前で俺を呼ぶな。ドリューノース、うん、ザ・ノーキン。姉さんプレスコットは目をつけられた。あ、いじめられてたのお前、まさか。おいおい、お坊ちゃんだから。マジでキモいな、プレスコット。勝手に見るな、返せ。お前がチームに入るなんて、負け犬のくせに。あ、なんかいじめられてんじゃん。よそで、よそでやれ。よそでやってくんない。喋れたのか。あ、てめえ。おっと、チームの面汚しがよ。うん、親は一体いくらコーチに払ったんだ。学費を払えるようになってから言えよ。家が貧乏だと苦労するな。あ、でも結構言い返すじゃん。ああ、バカだな姉さん。ボコボコにされるぞお前。造船所を潰したせいで親父は職を失ったんだ。どの口が言いやがる。やめてあげてよ。あ、かわいい。どうした？そうだ、いいこと思いついたぞプレスコット。ああ、部活とこんな趣味は両立できねえだろ。写真だっけ、まさか。このクソ野郎が。上等だ、ぶっ殺してやるよ二人ともね。でも割とやり返すなお前。こんなおとなしい子なのに割と。お前見せてやるか、じゃあ俺のラップ節をね。こういうやつに遠慮は無用だ。陰を踏んじゃうかな。じゃあ俺が潰さないと成功させてやるよ。まあ、経験が大事だから、経験が。今俺に何て言った？あ？クズ、やめろ。え、何これ何これ。おいおい、クズって言葉も知らねえ。いいぞ。大丈夫か？いいぞいいぞ。おい、まさかネイサン・プレスコットをかばうのか？かばう？フェアじゃない、姉さんとプレスコットにさせるとは。弱い者いじめはやめとけ。ああ、よかったよかった。小さい男だな。よくわかんねえけど、よくわかんねえけど成功した。バカじゃねえのか。首を突っ込むんじゃねえ。バカ、首を突っ込む。バカにバカって。お前みたいなバカにバカって言われる筋合いはない、ね。いいぞいいぞいいぞ。煽ってんね。俺とやり合うつもりか。やり合う。あんたがやりたがってんだろ。あんたが姉さんとやりたがってんだろ。お。こくっちまったらどうだ。いいぞこれは。は？笑いやがったな。クソよ。クロエに乾杯じゃない。お前強いな。クソガキ。お前。そっちが黙りなよ。お前強いな。性格の割に。性格の割に強いなお前。おとなしい子じゃないのかお前。運が良かったなプレスコット。女子二人に助けてもらう。性格の割にお前強いね、サマンサ。携帯写真は持ってけ。タバサ。大丈夫？余計なことすんな。ほっとけ。んだとてめえおい。感謝しろバーカお前。感謝って意味教えてやろうかお前。
ありがとう。みんなプレスコットだからって彼を止めればよかったかな。大丈夫か。何。ああ問題ない。てかこいつ体細いな。あとりあえず学校入ったら終わろうかな。じゃあこのゲームん、何これ。話せてよかった。私もだよ。あんたが頑張ってることは分かってる。大好きよ。まあ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 。じゃあ学校入るか。学校入ったらセーブされるから、それで一旦切ろうかな。タトゥーにしたらいけてそうだ。多分あのボードゲームの前で一旦切って、ボードゲームとさっきのやり取りで2本かな。多分学校が未来の人材に乗っ取られるかもしれない。地底人とかに。じゃあ入ろうか。あ、はあいつじゃん。よかった来たんだ。おい何お前積極的だね。積極的だね。なんかわかんないなこいつらの関係が。マックスが主人公のさ、ライフイズストレンジは本当なんか親友っていう感じでお互い言ってたんだけど、まあお互いっていうか、まあえめっちゃ増えてるキャラ。まあレイチェルが言ってたんだけど、まあ、レイチェル言ってないか。レイチェル死んでたからな。クレが親友って言ったけど、今のところまだ親友って感じしないよな。割とレイチェルが積極的にクロエにアプローチしたのかな。まあそこら辺も気になるから、次回またやっていこうか。ちょ、ごめん、今回はこれぐらいできるわ。じゃあ、あざした。